はい、こんにちは、キヨです。今回はこちらのおもちゃを見ていきます。フレイムトイズ黒からくりシリーズですね。トランスフォーマー 02P ターンパワーバーストバージョンです。最近ではおなじみになってきた黒からくりシリーズ第2弾として登場したターンの、こちらはパワーバーストバージョンという、バージョン違いの商品になります。これ通常のターンと違ってね、海外のイベントなどで限定合計500体かなで販売された、限定版ですね。本体の通常版との違いは、後々見ていくが、まずパッケージですね。パワーバーストバージョンと書かれている上に、一部ね白押しになっております。例えばこのロゴの部分とか、名前の部分ですね。こういうところはこうやって見ればわかりやすいかな。はい、白押しですね。キラリと光るパッケージになっております。サイド、裏面でサイドですね。ここから開けるようになっておりますね。はい、このように一枚絵になります。店名にもきっちりパワーバーストバージョンと書かれております。そこさあ、それではパッケージを開封していきましょう。はい、パッケージ内面ですね。内面にもこのようにアクションポーズの写真が載っております。はい、内部のブリスターコースはこのようになっております。ブリスター大きいのは2枚ですね。で、ちょっとねビニールで厳重に梱包されていて、何が何かちょっと分かんないんでね、こちらは開けてから解説しましょう。まずは1段目のブリスターですね。はい、本体です。おお、すげえ。これ通常版との違い分かりますかね。各所にねメッキが施されてるんですよね。こちらがパワーバーストバージョンの仕様になっております。本体と、そしてこちらがバックパックですね。バックパックが入っております。で、武器保持用のアタッチメントパーツが1つ2つ、左右ですね。そして武器が2つ入っております。で、本体ですね。さあ、合金トイの持ち上げる時の重さを実感今回もしましょう。さあ、持ち上げます。あ、めっちゃ重い。おお、いいね。ずっしりきます。各所にね、メッキが剥げないように梱包が、工夫されておりますね。はい、おお、いいね。わー、ずっしりきますね。あー、これね、メッキちょっと今回だけは手袋しようかな。さあ、そして2枚目のブリスターは台座です。これ過去にもうちは黒からくりの商品2回ほどレビューしてるんですけど、同じものですね。こちらが支柱で台座、仕様も一緒ですね。台座は同じものです。あ、こんなところもボーナスパーツが入ってますね。マスクが入っております。後で見てみましょう。はい、ブリスターの構成はこんな感じです。そして説明書、説明書もちゃんとパワーバーストバージョンの説明書になっております。表紙と裏表紙、こういう感じですね。モノクロですね。名前のところ以外はモノクロ。あ、内部もモノクロですね。これ通常版はカラーだったんで、そっちの方が良かったかな。通常版に比べるとかなり見にくくはなってますね。はい、ちょっと分かりにくいかなこれは。うん、はい、ちょっとパラパラめぐっていきましょう。はい、こんな感じですね。で、パワーバーストバージョンは説明書を見る限りでは、公式通販で買ったらついてくるボーナスパーツはついてないみたいですね。何かというとですね、このバックパックに取り付けるオプションパーツですね。ここになんかスピーカーみたいな、装置を取り付ける部品があるんですけどね、パワーバーストバージョンにはそれは入ってないみたいです。はい、では改めて内容物一覧を見ていきます。まずはターン本体ですね。そしてフュージョンキャノン、クラスターキャノン、そして左右のアームシールドで、バックパックとバックキャノンが1つ2つと。そしてこのクリーンマスクと呼ばれるマスクは、ボーナスパーツのようですね。あとは、支柱と台座ですね。さあ、それでは素の状態のターンを一周見ていきましょう。はい、全体はこのようになっております。ぐるっと一周回ってターン。はい、この黒からくりシリーズトランスフォーマーというのはですね、いわゆるトランスフォーマーのフィギュアなんですけど、変形はしないんですよね。可動とディテール重視、とにかくね、他社なんですけどメタルビルドのような、そういう作りのハイエイジトイになっております。
まあね、設計に関わってる人とかもね、メタルビルドと、密接な関係にある人が、関わってるのでね、実質トランスフォーマー版メタルビルドと言っても過言ではないと思います。すごいね、かっこいいね、本当に。はい、では足元から近くで見ていきましょう。足の裏のモールドはこんな感じになっております。もう足元からね、部品分けと色分けがすごいですね。はい、ツヤのあるパーツ、ツヤのないパーツ、うん、その塗り分けがね、すっごい綺麗です。そしてね、こう触ってる感じね、外装パーツは全てプラなんですよね。でもね、プラに見えないぐらいディテールがしっかりしてますね。シャッキッとしてるというか、角が立ってるというかね、エッジですね、エッジが立ってるような、そんな感じですよね。すっごい細かいし、まあ、内部はね、完全に、ダイキャスト製なんですけどね、外の部分はダイキャストに見えるけど、実はダイキャストじゃないって感じですね。そしてもうふんだんにメッキが使われてますよね。これでもかってくらいメッキが対応されてますが、そのメッキを使ったことによるおもちゃっぽさっていうのですかね、全く感じられないですね。うん、こういうメッキの使い方はすごいですよね。うん、機械生命体としてこれはありのディテールですよね。うん、全くおもちゃっぽさがない。そして普通のプラにダイキャストにメッキパーツにこうクリアパーツですよね。ふんだんに部品が割かれております。すっげえ綺麗、綺麗しかっこいい、超ハイディテールですね。指もすごいね。後で見ますけど、これ一本一本指が独立稼働ですね。指一本一本どころか、もう各関節一個一個が独立稼働ですね。腕周りももうすべてメッキで覆われてるって感じですね。はい。いや、パワーバーストバージョンはこれはこれですごいですね。はい。腕周りからの胸周りですね。もちろん、腹や胸にもメッキパーツが多用されております。あ、マスクも完全にメッキですね。すごい。周りもディテールが細かいね。そしてね、全身どこを見ましても今回もそうですけど、うん、ネジ穴ですね。まあ多少この辺にヒンジのね、ピンが見えはしますけど、それ以外の部分全くネジ穴が見当たらないですね。どこを探してもネジの1本すら確認できないというのがすごいですね。いや、これはそのお値段がしますわっていうぐらいの作り込みです。はい、では続けて可動も見ていきましょう。頭部はボールジョイントで自由に動きます。ただ電飾関係でね、見えますかね、首の後ろに配線が見えますね。なのであんまりグリグリ動かさない方がいいかもしれないですね。はい、でも一応グリグリ動かすことはできます。首の、ジョイントと合わせれば上向き下向きとこれぐらい動きますね。そして肩、引き出し関節がこのように N 字型に開きます。 N 字型ですね、 N 字型に、二重に関節が入っていて、これぐらいまで引き出すことができます。で、普通に肩を1回転すると干渉するので、胸パーツがね、このように回避できるようになっております。これによって1回転可能、ぐるりと。そして肩アーマー自体も独立してこのようにボールジョイントで自由に動かすことができます。で、肩アーマーの前部分ですね、ここもこのように多少角度がつけれるようになっております。そしてサイドですね、サイドもこのように二重ですね、こことここ、このように稼働するようになってます。肩アーマー取り外すとこのようなボールジョイントで接続されております。で、この状態でちょっと見ていきましょう。肩の横方向へのスイングはこのような軸ですね、軸でこのように横に上げることができます。これぐらいまでですね。肩アーマーありの状態だと、うん、これぐらいかな。はい、いや、もっといきますね。変わりないですね。肩アーマーあろうがなかろうがここまで上がります。そしてロール、ロールはここで、肘は、二重関節になってますね。折り曲げることでこのように内部フレームが露出するようになっております。で、肘当てですね、肘当てが連動してスライド方式で曲がっていくようになってますね。このように後ろから見てみましょう。
こういう感じで内部フレームが出てきますね、この下の部分。こういう連動ギミック面白いですね。そして手首の上の部分ですね、この灰色の部分と黒の部分で別部品になっていて、このように2段階で動くようになっております。角度はそんなないんですけどね、ちょっとしたニュアンス付けにはこれはいいですね。手首は、このように少し引き出すことができますね。接続自体は C 字ジョイントですね。このようにちょっと変わった接続方法ですね。ボールジョイントでも軸でもなく C 字になってます。で、回転も可能ですね。あ、ここが軸ですね。軸で接続されております。そしてメッキがやっぱすごいね。これ顔が映るんじゃないかとヒヤヒヤもんです。取り外せたんでね、このまま拳の関節画像を見ていきましょう。親指、もうこれね、ガンプラの60分の1とかでよくあるパターンですね。親指付け根がボールジョイントで自由に動きます。はい、このように。そして各関節もね、動きます。第1関節、第2関節問題ないですね。で、他の4本の指も付け根はボールジョイントですね。多少、左右に開くこともできますね。もちろん曲げることも可能ですね。で、各関節全部稼働します。握り拳も、思い通りですね。親指も曲げて、これで握り拳ですね。爪の先っぽがね、めっちゃとんがってますね。いろいろ手首をね、付け替えて遊ぶのあんまり好きじゃないから、僕的にはこれ嬉しいですね。はい、表情のある開き手とかも全然問題なく再現できますね。いいね。ボディの稼働もすごいですね。前屈で沈み込み、このように部品が沈み込みます。めっちゃ曲がるんですよね。自然に曲がるんですよね。こういう風にどこも破綻してない。で、反らしですね。どのように部品が消えていくか見ていきましょう。反らします。このように消えていくんですね。なるほど。いや、すごいわ。何重構造になってるのこれ。はい、これだけ反らしても前から見ると全く破綻なし。すごいね、本当に。このシリーズは、いや、いい意味でイカれてるわ。で、左右ですね。左右はこれぐらいの角度で曲がりますね。で、腰の回転ですね。このように回転すると、前回オプティマスでびっくりしたあの腰アーマーの移動ですね、この頃からやってたんですね。すごいですね。回すとね、腰アーマーが前に避けるんですよね。いや、今回ターン初めて触ったけど、当時からこれができとったとかね、すごいね。もちろんアーマー自体もね、ボールジョイントでこのように自由に動きます。前も一緒ですね。ボールジョイントで動きます。で、今回使用しないんですけど、サイドアーマーには穴が開いてますね。これ他の黒からくりシリーズから武器持ってきて装備することもできそうですね。股関節は結構オーソドックスな作りですね。回転軸と開脚軸のみとなってます。で、アーマーを避けながらだと前方向こんな感じですね。はい、そして後ろ方向は問題なく180度開脚で、横方向も問題ないですね。ロール軸は、ここのアーマーで分割されていて、左右角これぐらいまで曲がりますね。1回転は無理ですね。そして、膝は二重関節なんですけど、ここの部品の移動がね、めちゃくちゃ面白いんです。この膝の裏に、シフトみたいなのが見えるんですけどね、これの移動がね、大好きですね。まあ、ここまでは普通の膝関節なんですけど、こっからね、この移動がすげえ面白い。こういうギミック大好き。ぐにゅーっと変な形で移動していきます。なんだこの移動は、面白いね。はい、元に戻すとこんな感じですね。後ろから見るとね、また面白い変形が見えます。この部品がね、内部に沈み込んでいきます。このようにですね、面白い。これは面白い。はい、完全に隠れましたね。足首の可動です。ここもね、後ろの内部フレームが伸びてきます。このように、はい、前方向はこれぐらいですね。しかもつま先がさらにこのように曲がります。で、後ろ方向はね、曲がらないですね。まあ、これぐらいが限界かな。多少曲がるって程度ですね。はい、そして左右角ですね。接地角ですね。接地角結構硬いんですけどね、このように曲げることができます。これぐらいまで曲がりますね。反対方向は曲がらないですね。さあ、次は電飾ギミックを見ていきましょう。背中、
こちらのアームをどかします。すると絶縁シートが見えますね。これを取ります。そしてここのスイッチですね、今オフになってます。これをオン。はい、そして前を向くと、はい、このように目が光っております。わあ、これは悪そうでかっこいいな。これいつまでも見てられるね、これ。そして胸も光ってますね、このように目の光り方がほんでかっこいいね。これ普通に光るだけじゃなくて、こうディテールがね、生きてる光り方ですよね。しかもちょっとマスクを取ってみましょう。素顔を見ます。はい、素顔で見るとこんな感じですね。こっちもいいね、めちゃくちゃかっこいい。でこの際にちょっとボーナスマスクとの違いを見ておきましょう。普通のマスクがこれですね、顔面の目のところに引っかき傷みたいなのが入ってますね。で、ボーナスパーツのマスクはこちら、ニューマスク、クリーンマスク、かなりねツヤっとした綺麗な状態のマスクですね。傷一つないマスク。こっちもつけてみましょう。あ、ちょっとした違いなんですけど印象だいぶ変わりますね。もう傷がないはないで結構かっこいいね。はい、うん、個人的には傷ありの方が好きかな。こっちの方がかっこいいかな。あ、めっちゃ光ってる目が。そして足にも発光ユニットがあります。サイドの部品を取り外すとここに絶縁シートがあります。これを取り外して、そして、電源をオン。おお、光りましたね。前後でこのように光っております。反対側も同じように、オンで取り付けと、全部光らせるところを見せたかったんですが、テスト電池の寿命でしょうかね、胸のところが消えちゃいましたね。まあちょっとね、替えの電池もないんで今回はこのまま進めます。まあ最初にね、点灯するところは見れたんでいいかな。さあここからはウェポン類を見ていきましょう。バックパックですね。バックパックはこのような形をしております。で背中の取り付けジョイントはこれですね。で真ん中部分がこのように動くようになってます。これで、バックパックの角度をこのように変えることができますね。そして、バックキャノンですね。キャノンが2つ付いてるんですがね、これ伸びるんですけどちょっと緩いですね。スポット取れます。ここもうちょっとね、硬くする方が、した方がいいんじゃないでしょうかね。バーニッシュとかで調整するかな。ここ伸びるんですけど、伸びる前に取れちゃいますね。ほんまはこういう風に伸びるはずなんですけど、すぐ取れますね。はい。このように伸縮可能ですね。そして先端部分も伸縮可能です。はい。まあ多少ですけどね、このように伸びます。横から見るとこんな感じですね。内部のディテールもきっちり入っております。で、キャノン自体の左右角ですね。このように回転軸が入っております。で、ちょっと左右とも緩いですね。伸ばす前に取れちゃいますね。伸ばしてから取り付けなければなりません。はい。では、バックパックを背中に取り付けていきましょう。はい。装着完了。次はフュージョンキャノンを見ていきます。全体のディテールはこんな感じになっております。真ん中はクリアパーツですね。全体のディテールはこんな感じで、可動ですが先端部分ですね、こう回転軸が入っております。回転します。ちょっとだけですけどね、伸びます。これはあんま意味ないかな。で、持ち手部分ですね、展開してグリップを展開して、でここ、拳に持たせることができます。拳に取り付けるときはこの出っ張りですね、これを手のひらの穴に埋め込み、であとは、拳を握らした状態に畳んでいきます。はい、これで、手持ち状態ですね。次はクラスターキャノンです。全体はこのようになっております。はい、こんな感じですね。で、可動
じゃないと思うんですけどね、多分これ接着忘れですかね。ここスポット取れるようになってます。いや、ここ多分取れたらあかん部分ですよね。はい、一応ね動きます、このように。で、持ち手部分ですね、グリップを展開。で、そしてこちらの持ち手部分も、このように展開することができます。ちょっとね、どの位置が正位置かよくわからないんですけど、このように稼働します。こんな感じですね。まあ、稼働域はそんなところですね。こちらも、フュージョンキャノン同様に手に持たせておくことができます。はい、両手に持たせるとこんな感じですね。こんな感じになります。次はフュージョンキャノンとクラスターキャノンの合体形態ですね。まずはフュージョンキャノンの後ろ取っ手部分ですね、ここを取り外します。そしてクラスターキャノンを差し込み、これで合体完了ですね。で、この余った部品ですね、これはクラスターキャノンの後ろを取り外して内部に収納しておくことができます。こういう余りパーツのね、出ない心遣いは嬉しいですね。はい、あ、ちょっと外れた。はい、これで合体形態完了です。めっちゃ長いですよこれうん、この合体形態で手持ちで構えて保持するのはちょっと無理がありますね。重すぎて腕が下がるかな。あー、ちょっと無理ですね。この形態ではこういう風に、シード打ちは無理ですね。次はアームシールドの左を見ていきましょう。アームシールド本体はこんな感じですね。そして、2つこのようなウェポンがついております。これ合体可能ですね。3つで合体させるとこのような状態になります。これを腕に取り付けておくことができます。左腕に取り付けておきます。このジョイントですね、これをこちらのバネ式ですね、押し込むとバネで引っ込むジョイントに取り付け、はい、これでアームシールド取り付け完了です。こういう感じになります。そしてこのアームシールドにクラスターキャノンを装備することもできます。まず1個、こちらの部品を取り外します。そして、中にジョイントがありますね。爪を引っ掛けてジョイントを起こします。上下2つのジョイントですね。そしてクラスターキャノンね、クラスターキャノンのジョイントに差し込み、はい、これで左手にクラスターキャノンを装備させることができます。手持ちとは違ったまた、いかつさがありますね。そして今度はアームシールド右の全体はこんな感じになっております。はい、そしてこれもね、先ほどと同じように右腕に装備しておくことができます。はい、このように装着可能です。で、こちらにもね、ジョイントがあります。爪を引っ掛けてジョイントを起こします。一応ね、ジョイント自体は4本あります。4本とも起こします。まあ、どちらか2本でもいいんですけどね。今は4本起こしておきましょう。そして、フュージョンキャノンを装備。ジョイント合体。はい、両手に装備すると、こんな感じですね。手で持つよりね、やっぱこっちの方がいいね。こんな感じになります。さあ、そしてフル装備ですよね。こちらのクラスターキャノン外して、先ほど起こしたジョイントですね、こちらに取り付けて二連装法のように片手で持つことができます。まあ、これが一番良い接続方法かな。はい、それではフル装備状態ターン一周見ていきましょう。ぐるーっと、いや、二連装砲がでかくていかついね。すげえ迫力だわ。はい、ターン様全体はこんな感じ。くるっとターンと、はい、劇中でこういう持ち方したかどうかちょっと定かでは
ないんですけど、アームシールドを使えばこのように合体、連結キャノンもこのように持たせることが可能ですね。先ほど拳に持たせた時は、保持できなかったんですけど、これならいけますね。すげえ長えなこれ。あ、もうこれも勇者パースですよね。すげえ。そして背中のバックキャノンですね、こちらはこのように展開、前の方に持ってきて、でね、これこのままスポンと、本当はね伸ばしたいんですけどね、このように伸ばしたいんですけど、ちょっと外れやすいんで一回外してもう一回取り付けます。スポッと取れますね。はい、伸ばして、はい、これでバックキャノン射撃形態ですね。こんな感じになっております。あ、これもこれでいいね。すげえかっこいい。ちょっとね、こういう風に開いてみてもいいかもしれないですね。あ、これいいっすね。肩になじませるならこれぐらいの角度がいいかな。後ろから見るとこういう感じになってますね。大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいです。144分の1の HG ガンダムと比べるとこれぐらいになります。同じく黒からくりシリーズのスターセーバーやオプティマスプライムと並べるとこんな感じになります。っていうかこの絵面やばいでしょ。情報量パネー。はい、というわけで今回の動画はフレームトイズの黒からくりシリーズトランスフォーマー 02P ターンパワーバーストバージョンの紹介でした。いや、スターセーバーとオプティマスプライムを触った後のターンだったんですけどね。いやー、後から出た商品と比べても全く見劣りしない商品ですね、これ。いや、怒涛のハイディテールトイでね、とにかくもう、かっこいい。それしか言いようがないですよね。僕自身は IDW1 というか、アメコミ版は見てないのでね、ターン自体がどういう活躍をしたかというの、細かい描写はちょっとわかんないんですけどね。まあ、ネットの断片的な情報だけで知ってるキャラということになるんですが、もうそういうの全く関係ないですね。もう存在感がすごい。もう目に前に置いてるだけでもね、これ脳汁全開アイテム。この黒からくりシリーズはもうお値段は高いんですけどね、もう納得の値段ですね。いや、この有無を言わせぬ存在感はほんと素晴らしい。で、今回の動画に出したターンさんはこのパワーバーストバージョンというイベント限定商品なんですけどね、実は、ノーマルバージョンのターン様は再販が決定して今予約受付中でございます。日本でも買えるサイトをね、概要欄に貼っておくのでね、もしターン様気に入ったなと思う方はね、そちらから購入してみてはいかがでしょうか。値段もね、僕がちょっと感覚麻痺してるせいか知らないんですけどね、スターセーバーやオプティマスプライムがね400ドル超えだったことを考えるとね、ターン様はね、ノーマルバージョンで380ドルで、通販限定のね、オプションパーツが付いたバージョンっていうのが400ドルという値段で売ってるのを見てね、お、結構安いじゃないかと思っちゃいましたね。はい。いや、で、ほんでね、実際触ってみてね、400ドルぐらいするわ、これっていう、もう納得の内容です。まあ、今回の再販がね、多分ターン様を手に入れる最後のチャンスになるんじゃないかと思うのでね、気になった方はチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。